ファンの皆様、明けましておめでとうございます。元日よりのご来場、そしてご利用誠にありがとうございます。ファンの皆様におかれましては、本年もボートレースへの変わらぬご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。水面上は2020年ボートレースの開幕を飾ります。第1レース、ツッキーレースです。対戦メンバー1号艇古川正幸、2号艇中林秀人、3号艇忽那貴輝、4号艇木田峰幸、5号艇小林隆明、6号艇加藤啓太、以上のメンバーです。インコース1号艇古川正幸が向かっています。準優進出に向けては今日は2走して17点が条件です。2コースは2号艇中林秀人が入って、3コースは3号艇忽那貴輝が向かっています。その隣4コースは4号艇木田峰幸が入ります。5コースは6号艇加藤啓太、3アウト6コースは5号艇小林隆明となっていきそうです。角位置は本番でも4コース4号艇木田がどうやら取り切るか、スタート展示と同様3対32つに分かれます。絶好枠1号艇古川正幸が人気の中心、そして4号艇木田峰幸が人気の相手としては票が集まった一戦です。3対32つに分かれました。2ボートレース上2020年のオープニングカード、第1レースのツッキーレース、スタートまでまもなく残りは10秒となります。進入コースは内側から1番、2番、3番、ダッシュは4番、6番、5番です。スタートしました。1コース1号艇古川、2コース2号艇中林、加藤から4号艇木田が好スタート。逃げる1号艇古川、4号艇木田がまくっていった。切り込んでくる2号艇中林、内側から6号艇加藤が続く。逃げる1号艇古川がまくりを跳ねのけて先頭、2番ターまくった4号艇木田、3番と6号艇加藤優勢も内側から接近は2号艇中林。スタートは正常です。2マーク1号艇古川クリア、2番ター4号艇木田が旋回、3番手2号艇中林回して差し返す6号艇加藤、内側から3番ター6号艇加藤啓太が現在2停止半リード、4番手から2号艇中林、後方は3号艇忽那、5号艇小林が続きます。2周1マーク1号艇古川トップ、2番ター4号艇木田が旋回、3番手6号艇加藤が回って懐切り込んでくる2号艇中林が差を詰める。内側から2号艇中林が6号艇加藤に並んできますか。ここは内側から2号艇中林へさきがかかる、外6号艇加藤と接戦です。ナニターマーク3番手の水は内側から2号艇中林が先取っていった、6号艇加藤がここは差し返します。内をつく6号艇加藤が最接近、3番手の水内6号艇加藤、外は2号艇中林、接戦が続く最終周回です。3周1マーク1号艇古川正幸、4号艇木田美幸、3番手6号艇加藤啓太優勢に待っていくか、2号艇中林が懐を切り込んできます。内をつく2号艇中林、外は6号艇加藤、現在6号艇加藤啓太が1停止半から2停止リード、内側から4番手2号艇中林、これから最終マークです。インスタン押し切った1号艇古川正幸が先頭でラストマークリア、2番手4号艇木田峰幸、3番手6号艇加藤先まった、最後内をつきますが2号艇中林は4番手までか、146先頭1番古川五輪、2番手4番木田五輪、3番手6番加藤五輪、2番中林が4番手、候補は3番忽那、ラスト5番小林が五輪です。第1レースの確定は1着1番、2着4番、3着6番でございました。開催5日目の2ボートレース場、伊勢新聞社新春レース、続いては第5レースゴールドレースを迎えます。対戦メンバー1号艇古川正幸、2号艇松本洋平、3号艇畑辰樹、4号艇小森信夫、5号艇が中山翔、6号艇立具啓司、以上のメンバーです。本番でもピットマナー良かった6号艇立具、5コース入りそうです。インコースは1号艇古川正幸が入ります。昨日は2走ともトップスタートから連勝を飾っています。2コースは2号艇松本洋平です。松本は昨日は2着2本並べています。3コースは3号艇畑辰樹が入って、その隣4コースは4号艇小森信夫、小森は昨日は6コースから左右長を指して3着があります。
本番でも5コースは6号艇建具啓司は今日1回走りです。3アウト6コースになったのは5号艇中山翔です。中山昨日は2着2本でまとめています。角は4コース4号艇小森がどうやら取り切ってスタート展示と同様3対3 2つに分かれます。このレースは絶好枠1号艇古川雅之が人気の中心です。そして2号艇松本洋平が人気の対抗格。3連単では1二三そして1二五この2通り10倍切るオッズとなっています。大時計は12秒針の回転が始まるところです。第5レースのゴールドレーススタートまではまもなく残りは10秒です。進入はインコースから1番2番3番ダッシュは4番6番5番です。スタートしました。1コース1号艇古川、2コース2号艇松本、3コース3号艇畑が好スタート。逃げる1号艇古川、2号艇松本が切り込んでくる。2番差しから3号艇畑、握っていった6号艇立具です。逃げる1号艇古川正幸が先頭。2番手の次は内側から3号艇畑が2号艇松本を捉えるか。4番手から6号艇立具、内側から4号艇小森が続く。スタートは正常です。2番手1号艇古川クリア。2番手握っていく2号艇松本、内側から応戦する3号艇畑、内側から2番手3号艇畑たつき、3番手2号艇松本が続く。この内側から2艇審査、4番手6号艇立具が追走。後方4号艇小森、5号艇中山の順です。2周1番から1号艇古川先頭、2番手3号艇畑が旋回、3番手握っていく2号艇松本洋平の上位体系は1番3番2番となっています。バックステージの中間地点からこれから第2ターンマークです。先頭で回っていくのは1号艇古川正幸、2番手3号艇畑たつき、3番手2号艇松本洋平の順。1番3番2番動きはなく、前提が2周にマーク続々旋回。ホームステージに帰ってきまして残りはあと1周です。ゼロ台コーススタートから逃げた1号艇古川正幸が先頭、3周1マークトップでクリア。2番手3号艇畑たつき、3番手2号艇松本洋平の順。1、3、2で3周1マークからバックステージです。3連単のオッズは 10.9 倍となっています。これから最終ターンマーク、これで3連勝1号艇古川正幸、後半は11レースの準優勝戦再登場。ラストターンマーククリア。2番手が3号艇畑たつき、3番手2号艇松本洋平の順。1、3、2で第5レースまもなくゴールです。先頭1番古川五輪、2番手3番畑五輪、3番手2番松本五輪、6番立具、5番中山、ラスター4番小森が五輪です。第5レースの確定は1着1番、2着3番、3着2番でございました。一般戦のカードが進んでいきます。開催最終日の2ボートレース場、続いては第8レースです。対戦メンバー1号艇古川正幸、2号艇森高弘、3号艇松井光也、4号艇小森信夫、5号艇中林秀人、6号艇本部慎吾以上のメンバーです。展示では5対1の枠なりだった進入ですが、やはり5号艇中林動きを見せます。しかしながら今1号艇古川正幸がこれから向かうところ、昨日はコンマ04のスタートから逃げて1着です。2コース以降も定番順の並びとなりそうです。2コースは2号艇森高弘、3コースが3号艇松井光也、第4レースは3着勝ち取っています。4コースは4号艇小森信夫、第2レースは2コースから差し切ってシリーズ2勝目を飾っています。そして動きを見せましたが、やはり5コーススローが5号艇中林秀人、3アウト6コース短期かます形、6号艇本部慎吾、オープニングレースは3コースから差して2着です。5対1と2つに分かれています。1号艇古川正幸人気の中心です。人気の相手としては2号艇森高弘、3号艇松井光也と票が集まっています。依然として向かい風が強めの状況、5メーターから6メーター程度と風が強く吹いている2ボートレース場、スタートまではまもなく残りは10秒となります。8レース一般競争です。進入コース内側から1番2番3番4番5番、アウトが6番です。
スタートしました。6コース6号艇本部がトップスタートを切りました。アウトから出ていくか6号艇本部信号、一気に内側5艇叩こうとするが1号艇古川が突っ張る、切り込んだら2号艇森、内側から3号艇松井、間4号艇小森が続く、差し切ったか2号艇森高弘が先頭、2番手から3号艇松井、3番手1号艇古川が続く、あとは4号艇小森、5号艇中林、6号艇本部、スタートは正常です。2マーク2号艇森がクリア、2番手4号艇小森が突っ込んでくる、3号艇松井差し返す、最内は1号艇古川、2番手の次今度は1号艇古川浮上、3番手は4号艇小森、4番手は3号艇松井が続く、上位体系は2番1番4番2周1マークです。先頭2号艇森高弘、2番手の次は切り返す4号艇小森を包んでかわす1号艇古川、切り込んだら3号艇松井、2番手は1号艇古川、3番手は4号艇小森が優勢、あとは5艇審査、3号艇松井が4番手から続く、2番1番4番です。2周第2ターンマークは2号艇森高弘がトップ、2番手が1号艇古川正幸が旋回、3番手4号艇小森信夫が続く、小森が今度は2番手捉える、打ち救った4号艇小森が1号艇古川かわしました、2番手4号艇小森が浮上、2番4番1番上位体系変わって最終周回です。1周1マークではインの古川が6号艇本部を抵抗した分流れまして、差し切った2号艇森高弘先頭、2番手4号艇小森が道中逆転、1号艇古川正幸3番手です。3連単満周 152.5 倍です。最終ターンマークは2号艇森高弘が先頭、2番手4号艇小森信夫、そして1号艇古川正幸は3番手、2番4番1番2番41打ちを救う3号艇松井光也4番手、まもなくゴールです。先頭2番森が5輪、2番手4番小森5輪、3番手1番古川5輪、3番松井5番中林、ラストで6番本部が5輪です。第8レースの確定は1着2番、2着4番、3着1番でございました。さあ予選最終日の勝負がけ、住の絵5の第5レースを迎えています。1ふた4号6定段から離れていって3号艇の橋本健三、さあここ並びが1ふた4号63と並びますかね。まず1号艇の古川正幸、今日の住の絵5人気の中心。さあここは気合の勝負がけでシリーズ2勝目なるか。本日は2走、今のところ15点ノルマの勝負がけ、1分新回転を始めました。さあ端幕を回ってまいります。2コースは2号艇で笠井博之、3コースの4号艇の中山翔太、スローでしょうか。そして5号艇の前川隆二、スローでしょうか、引っ張るでしょうか。あと6号艇の西野勇輝、目下3連勝。さあこの前半戦で決着をつける勝負がけ、本日は今のところ2走で5点ノルマ、一番外へと3号艇が動いていって橋本健三。さあこれで1ふた4と入っています。ダッシュ勢が563の並び、1、2、4の563で3対3で進入体系固まってまいりました。さあ現在はスタートライン上は緩やかな向かい風が吹く程度、12秒進の回転となっていまして、第5レースの住の絵5スタート10秒前、インコースから1番2番4番5番6番3番の3対3で進入です。2秒、1秒、今スタートしていきました。コースタートは一番外の3号艇の橋本健三が早いスタート、1マーク逃げる1号艇の古川で握っていった4号艇6号艇、刺して2号艇の笠井で、あとは5番3番です。先頭にはイン速攻が決まった1号艇の古川正幸、人気の中心。さあ2番手には2号艇上がってきて笠井博之、その直後に4号艇5号艇、あとは6番3番と続いています。なおスタートは正常でした。ラインタンマーク先頭で1号艇人気の古川で、2番手2号艇回って内をすくって5号艇、さあ足返して4号艇6号艇3号艇と回ってきますが、2番手は2号艇の笠井がキープ、3番手に4号艇の中山が上がっていまして、現在上位が1、2、4となっています。先頭早くも抜け出した1号艇人気の中心古川雅之、2番手は2号艇の笠井博之、現在3番手には4号艇の中山翔太、2周目で出したんバーク4号艇の中山を割った懐、今度は5号艇の前川攻めてきますが、3番手は4号艇の中山、上位が1、2、4となっています。
先頭と2番手の間 30m から 40m、 その後ろまだ1停進から2停進で4号艇の中山が3番手、そして5号艇のマイカーが4番手で、あとは6号艇3号艇と続いています。第2ターンマークは先頭が1号艇の古川正幸、2番手2号艇の笠井宏之、3番手4号艇の懐を攻めて5号艇ですが、ここも4号艇中山、上位変わらず1蓋4で563で前提が最終周回へと入ります。最終周回先頭には1号艇の古川正幸、ここは見事なイン速攻で、そして2番手は2号艇の笠井、3番手に4号艇の中山、最後のバックスレーターと入ってまいりましたが、ここも上位が1号艇、2号艇、4号艇の1、2、4とこのレースのスロー勢、その後ろは水替え艇、5号艇、6号艇、最後方に3号艇の順。第5レースの墨の絵5はオッズ2連単ですが 4.4 倍、3連単ですと 18.1 倍となっています。最終ターンマーク1号艇の古川がここはポイントを稼いで2勝目で勝負がけ続行。さあここはスロー勢、インコース、2コース、3コースの1、2、4、先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、6番5番接戦でゴールイン、3番がゴールイン。第5レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着2番、3着4番、以上でございました。ただいまより第6レースのスタート展示を行います。競争水面上5日目の最終競争は一般戦のカードで第12レース、雨降りの中での競争、まだまだ雨が降っていまして、そして風は現在スタートライン上は目立った風は吹いておらず、1、2、3の4、5、6の枠なり、さあ並んで出揃ってまいりました。現在もそのまま枠なりで船を進めてまいります。1号艇の古川雅之が人気の中心で、今回惜しくも予選落ち、ここは予選落ちの雪辱戦で、さあシリーズ3勝目なるかとなっています。2コースは2号艇で杉本陽一で、3コースは3号艇で竹本大樹で、1、2、3並んでターンマークを回ってまいります。4号艇で今坂昭弘、そして5号艇の小川仁喜多で、6号艇の大賀龍之介で、さあ6艇こちらホームストレッチ側へと入ってまいります。残り35秒、今アウト勢が動いていきます。4号艇の今坂昭弘を引っ張りました。スロー勢が1、2、3と入ります。そしてダッシュ勢が4、5、6、枠なりで3対3です。さあここは1号艇 A1 レーサー古川雅之、イン逃げなるかで最終競争一般戦のカードで第12レースは12秒進が回っています。スタート10秒前、1番2番3番4番5番6番の枠なりで3対3です。3秒2秒1秒、今スタートしていきました。好スタートはセンターアウト勢から3号艇、4号艇、5号艇、インから伸び返して1号艇で、まず1号艇逃げる古川で、刺して2号艇の杉本で、真ん中を3号艇の、あとは4番、5番、6番、バックステッチは現在1号艇陰線からの古川雅之、一定進で迫ってくるのは2号艇の杉本陽一、そしてわずかに4号艇で、あとは5号艇、3号艇の6号艇、なおスタートは正常でした。ラインタンマークトップ争いになって、刺して2号艇の杉本陽一コーナーを先取り、差し返して1号艇の古川雅之ですが、先頭争いは2号艇と1号艇、わずかに2号艇の杉本陽一、2番手1号艇の3番手に4号艇、2対14となってまいりました。先頭には刺して2号艇の杉本陽一、2番手1号艇の古川雅之、イン逃げならず、3番手には4号艇の今坂昭弘、2周ぐらい出したんばからバックセッチャー、先頭2号艇、2番手1号艇、3番手突っ込んでくる5号艇ですが、わずかに4号艇の今坂昭弘、しかしじわじわと5号艇の小川に来たで、4号艇と5号艇の差一定進で、さあ今度は3番手争い、4号艇の懐炎を伸ばして5号艇の小川で、4号艇5号艇並んでまいりました。第2ターンマークで上がっていた5号艇の小川がコーナーを先取り、今度は差し返して4号艇の今坂ですが、3番手争いは4号艇と5号艇、わずかにさばいて4号艇の今坂は最終周回へと入ります。
しかし4号艇の今坂の後ろまだ1停身から2停身では5号艇の小川仁喜多です。最終周から第1ターンマーカー先頭2号艇の杉本陽一、2番手1号艇の古川正幸、3番手の4号艇行って懐突っ込んで3号艇さばいてくる5号艇ですが、4号艇の今坂昭弘、3番手の上位が2号艇1号艇4号艇その後ろ3停身から4停身で5号艇の小川、あとは3号艇で最高峰の6号艇が遅れています。最終ターンマークは2号艇の杉本が指して2勝目の活躍、2番手が1号艇人気の古川正幸、後方3番手4号艇いった懐また5号艇攻めていきますが、4号艇の今坂競り勝って最終競争2-1-4となっています。先頭2番ゴールイン、1番ゴールイン、4番5番3番ゴールイン、最後尾6番がゴールイン。第12レースの確定をお知らせいたします。1着2番、2着1番、3着4番以上でございました。昨日までの2日間と比べるとやや今日は風がしっかりと吹いています。追い気味の風は 2,3 メートル前後という水面上です。1レースの時間帯差し込んでいた日差し、この時間は雲に隠れています。やや雲に厚みを増してきたようにも感じられる水面上、戦いは2レースグランプリ特選の開始です。スタートまで1分切りました。ここは2マーク側の6人、目立った動きありません。待機行動は枠なりであります。ここまで3走オール3連隊、1番古川正幸、絶好の流れで迎えた陰線です。人気の中心リング1本変えての登場、2コース2番の西野勇気、昨日は1着3着でポイントアップ成功。スタートここまで安定感抜群は3番の大沢慎二、3コースからそのセンター線でスタート力発揮となりますか。柏野浩二4コース角、昨日はこちらもスタート0台2本、昨日一走白星はベテラン富山博之5コース、中間着3本並べる秋田健太郎が6コースです。枠なりの3対3、新入院から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。 1,2 コースの2人、そして4コースの角4番柏野と3人いいスタートを切りました。1周1マーク、攻めの主導権は3番大沢、まくっていきますが難なくあっさりとここも1番の古川が突っ張れます。スタートは前提正常でした。興味は早くも2番手争いです。2番西野を中に置いて外から3番の大沢、内からスルスルっと4番柏野現れてきました。2番手争い三つの萌え、1周2マーク、2番手は差しのハンドル、2番の西野、3番大沢が外を回って2人の攻防戦、4番柏の遅れを取りました。2番手は時計前ではわずかに外側、3番大沢優勢ですが内側から再び追いついてきたのは2番の西野勇気であります。2周1マーク、2番手2番西野を先に行かせて、へさきは浮き上がりながらもしっかりと差しは3番大沢届いています。一方その後ろから4番柏野が今度は2番西野に並ぼうという勢いであります。今度は2人の3番手争いです。しかしその4番柏野を抑え込んで2周2マーク、再び2番の西野、2番手目指そうという動きもしっかりと3番の大沢が2番手を守ります。2番西野3番手、やや定冠が空いて4番柏野4番手、最後の1マークへと確定向かっていきます。あっさりと速攻を決めた1番古川が先頭、3番大沢2番手、2番西野3番手と上位の3人、その顔ぶれ変わりはありません。
2連単1、3の組み合わせ 4.5 倍、3連単1番、3番、2番の組み合わせ12倍ちょうどのオッズ。シリーズ初勝利は1番古川、佐野氏の3番大沢2番手、2番西野3番手で間もなくゴールを迎えます。先頭1番古川ゴールイン、3番大沢ゴールイン、2番西野ゴールイン、4番柏野ゴールイン、6番秋田ゴールイン、ラスト5番富山ゴールイン。第2レースの確定は1着1番古川雅之、2着3番大沢慎治、3着2番西野勇輝。以上でございます。今から1時間半ほど前はものすごい雨と風が吹き荒れ、そして横殴りの雨という状況でしたが、雨はどうやら小降りにはなってきたようです。ただいかんせんものすごく強い風、冬の嵐であります。シリーズ5日目のデイリースポーツ杯争奪戦、今日5日目、この強い風による水面コンディション悪化のため1レースから安定板を使用してのレースとなります。そのオープニングカードは進入固定カードのモーニング一般戦です。進入固定戦ですから枠なりの3対3です。ただ1人の準優メンバーは1番の古川雅之、2コース2番地元下関井町豊、大敗続きにピリオドを打ちたいところ。連日の2コース戦です。勝木大輔が3コースから、そして角市4番の浜崎純也、昨日は3着1着と気を吐いた5番の坂本俊秀、果敢な旋回で昨日は3着をもぎ取った6番の田頭虎近、6コースです。風は待っている感があります。その風は10メートルを優に超えるほどの強い風です。安定板使用した中での5日目オープニングカード、進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。スロー勢を突っ込んだスタート、3コースから3番勝つ気ではありますが、しっかりとゾーンには入っています。1周1マーク、慎重に迎える1周1マーク、逃げる1番の古川雅之、早くも抜け出していきます。スタートは前提正常でした。興味は早くも2番手争いに移ります。内側から4番の浜崎純也、わずかに2番手優勢ですが、外には3番勝木が控える1周2マークの旋回です。2番手は後続を抑えて4番浜崎純也、内をつく3番勝木はわずかに届かずの3番手です。1番4番3番の体系、レースは2周目に入っています。2、3番手の差は1点進半ほどでしょうか。2周1マークの攻防です。優位に運ぶ4番の浜崎純也、ここも確定、慎重に旋回していきます。逆に3番手3番勝木の背後から5番坂本、じわりと接近試みますが、まだ3番手は3番勝木優勢のままです。レースは2周2マークの旋回、前の2人1番の古川、4番浜崎、両者は抜けています。2周2マーク3番手、ここもしっかりと3番勝木が回ってそのポジションを守っています。1番、4番、3番の体系、最後の1マークへと向かっていきます。上位の3人はかなり隊列はばらけてきました。もう一度3番手から2番手詰め寄ろうとする3番勝木大輔ですが、最後の1マークもしっかりと4番浜崎が2番手キープ。3番勝木3番手変わりありません。2連単1、4の組み合わせ 2.9 倍のオッズ、3連単1番、4番、3番の組み合わせ
6.3 倍のオッズ。人気サイドの決着です。ラストターンマーク2番手4番浜崎守り抜いて3番勝木3番手で間もなくゴールです。先頭1番古川ゴール4番浜崎ゴール3番勝木ゴール5番ゴール6番2番の順でゴール。第1レースの確定は1着1番古川雅之2着4番浜崎純也3着3番勝木大輔以上でございます。今日は気温の上がりがスムーズ、この時間帯で気温2桁突破11度まで上がってきています。そしてこの時間帯は少しスタートライン近辺空中戦の旗吹き流しを見ると向かい気味に風が出てきたでしょうか。ただその風は 1,2 メートル前後ビビたるものであります。最終日序盤の戦いです。4レースモーニング一般戦スタートまで1分を切りました。6艇ここも目立った動きありません。待機行動は枠なりであります。断然の指示を得たのは1番の古川雅之1コース。この4レースを戦うメンバーの中では唯一昨日準優勝戦を戦った1番の古川雅之、断然の指示を得ました1コース。4日目の後半そして昨日と3着2本続いている小畑美奈里が2コース、田辺秀樹3コースに入っていきます。田辺今節ラストの走り、これで3回続けての4コース戦になります。角14番浜崎純也、昨日は2着3着浜崎も今節ここがラストの1走。山崎義信5コース、昨日は白星、森慎太郎も今節ラスト6コースから枠なりの3対3インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インから1番の古川、まずまずのスタート、その後続くのは2コースと4コースの2人であります。1周1マーク、逃げる1番の古川、くるっと回る2番の大畑美奈里は2番手争いが精一杯です。スタートは前提正常でした。速攻決めて独走態勢は1番の古川、2番手2番の大畑、その後ろ3番手から前を見据えて3番田辺が内から接近です。1周2マーク、その田辺を外から包んで2番の大畑がかわして2番手守って、3番手今度は4番浜崎の人差しが田辺に届いてかわし去る勢いです。今度は3番田辺4番の浜崎2人の3番手争いに後ろから6番森慎太郎も加わらんとする情勢です。2周1マーク3番手6番の森を行かせて3番田辺の差し、外を回ったのは4番の浜崎純也、波のないところを回った分わずかに今度は4番浜崎3番手一歩前に出ます。追いかける3番田辺、現状は4番手に交代、1番2番4番の上位陣、2周2マークの旋回です。3番手少しへさきは浮き上がりましたがしっかりとそのポジション守る4番の浜崎純也、ただつかず離れずの距離感で外に3番の田辺、内側から6番の森も気を伺います。最後の1マークへと確定向かいます。上位の2人は抜けました。焦点は3番手、最後の1マーク3番田辺のアタックを外を回ってここも4番の浜崎が振り切ります。後ろからは5番の山崎も上がってきますがこれは4番手争いまで、2連単1、2の組み合わせ 1.8 倍、3連単1番、2番、4番の組み合わせ 3.6 倍のオッズ。1番古川、2番大畑とラストターンマーククリア、3番手は追撃振り切って4番浜崎守りました。1番人気の決着、先頭1番古川ゴール、2番大畑ゴール、
4番浜崎ゴールイン、3番5番接戦でゴールイン、6番森ゴールイン。第4レースの確定は1着1番古川正幸、2着2番小畑美奈里、3着4番浜崎純也、以上でございます。ポートレース唐津6日間シリーズでお送りしていますモーニングレース、朝から唐津第2回住信 SBI ネット銀行賞、本日は予選の2日目、ただいまから予選競争おはよう戦第4レースを行います。4レースのメンバーは1号艇愛知古川正幸、2号艇佐賀北川太一、3号艇長崎吉川優作、4号艇東京新井翔吾、5号艇福岡大橋恵梨香、6号艇兵庫広瀬正幸、以上のメンバーです。枠なりの作戦待機となっています。1号艇の古川正幸、昨日は2走2着でした。いい1コースに入っていきます。2号艇の北川太一が2コース進入です。昨日は前半戦は着を取りこぼしたシーンもありました。気を取り直しての2日目となります。3号艇の吉川優作、3コース進入です。モーターの動きはまずまず、引っ張って4号艇の新井翔吾、角4コース、高モーターの1つ17号機、5コース5号艇の大橋エリカ、6コース6号艇の広瀬正幸、昨日はインから3着でした。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第4レース、1番と3番が好スタートです。さあ1周1マークの攻防は、まず1号艇の古川がインから回っていく、3号艇の吉川が握る、2号艇の北川がくるりと運んで、6号艇の広瀬がまくり出す向こう正面です。先頭は1号艇の古川、スタートは前提正常でした。押し切った1号艇の古川、そして刺した2号艇の北川2番手、3番手は6番と3番、それに4号艇接近。1周2マークは1号艇の古川、2番手は6番が先に回りました。2号艇の北川太一がそれをズバリと差し切ってはきましたが、6号艇の広瀬も残していく。ここは2番手の推移です。2号艇と6号艇はラップ状態。レースはこれから2周目に入ります。2周1マーク、1号艇の古川、そして2番手の線は2号艇の北川の外、すぐさま握って回っていく6号艇の広瀬です。こらえる2号艇の北川インコース、そしてアウトは6号艇の広瀬、2番と6番の2番手の線は続きます。2周2マーク、1号艇の古川トップクリア、そして2号艇の北川が2番手先に回って、差し込みは6号艇の広瀬です。ここは6番届きませんでした。2号艇の北川が2番手3停止前に出て、3番手が6号艇の広瀬、上位体系126、レースは最終周回です。3周1マーク、先頭はインから押し切った1号艇の古川、そして2番手ラスになりましたが、2号艇の北川振り切りました。3番手が惜しくも6号艇の広瀬、上位の3艇126、この組み合わせ3連単のオッズ126は 21.2 倍を示しています。後ろ3号艇の吉川優作、4号艇の新井翔吾、最後方に5号艇の大橋恵梨香、最終コーナー1号艇2号艇6号艇と折り返し、第4レースまもなくゴールを迎えます。先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン、ラスト5番ゴールインです。
第4レースの確定は1着1番、2着2番、3着6番以上でした。ファンの皆様おはようございます。ボートレース唐津は6日間シリーズでお送りしていますモーニングレース朝から唐津第2回住信 SBI ネット銀行賞、本日は10レースから3個レースで準優勝戦が行われますシリーズの5日目です。昨日の準優進出戦は4個レースのうち高枠から逃げを決めた選手は3選手、その3選手が今日の準優勝戦の1号艇で駒を進めました。その1号艇トリオは10レースから順に山口優太、渡辺英二、岩瀬祐介、他好メンバーが揃う準優勝戦から明日の優勝を決めるのは一体どの選手でしょうか。どうぞ本日も前半レースからお楽しみください。それではオープニング朝一戦第1レース、メンバーは1号艇愛知古川雅之、2号艇兵庫古賀千秋、3号艇福岡富永茂、4号艇愛知笠野幸恵、5号艇佐賀赤嶺和也、6号艇徳島粟田翔、以上のメンバーです。1号艇の古川雅之がイン1コース、シリーズ逃げで1勝があります。ここまで被害の転覆はありましたが好成績できています。2号艇の古賀千秋2コース、3コースに5号艇の赤嶺和也、だいぶ良くなった70号機、後ろ引っ張って3号艇富永、5コースがエース4号艇笠野、6コースか6号艇の粟田翔、進入はインコースから1番2番5番3番4番6番です。スタートしました第1レース、あまり差がないスタートです。一周1マークに向かっていきます。まずは1号艇の古川がインから逃げていく、5号艇の赤嶺が握る、3号艇の富永がまくり出して、そのインコースに2号艇4号艇の差しハンドル、先頭は1号艇の古川です。スタートは先手正常でした。押し切った1号艇の古川雅之、そして2番タルスイは4艇5艇の混戦です。1周2マーク、1号艇の古川トップクリア、そして2番タルスイから4号艇の笠野が行きまして、そのまま振り切りますか、少しターンが流れていまして、そのインコースに2号艇の古賀千秋がだいぶ迫ってきました。一定審査レースはこれから2周目に入ります。なお後方ではアクシデントが発生していまして、5号艇の赤嶺和也が落水のため失格、5号艇の赤嶺和也が落水のため失格となりました。レースは2周目のバック側に入っていまして、先頭は1号艇の古川、そして2番手は2号艇の古賀千秋となっています。3番手4号艇の笠野幸恵、2周2マーク、ここはレスキューを避けます。1号艇の古川、2号艇の古賀千秋が2番手、3番手に4号艇の笠野とホーム側に移ってきました。先頭から1番2番4番で、レースはこれから最終周回、4番手は3号艇の富永茂、最後方が6号艇の粟田翔です。最後のバック1号艇の古川雅之、インから押し切っていきましてシリーズ2勝目となっていきそう。今日はこの後は準優勝戦の第10レースに登場、そして2号艇の古賀千秋が2番手、3番手は4号艇の笠野幸恵、1、2、4、この組み合わせ3連単のオッズ 17.6 倍を示しています。最終コーナー1号艇2号艇4号艇と折り返し、第1レースまもなくゴールです。先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、ラスト6番ゴールイン、なお5番の赤嶺和也は落水のため失格となりました。
第1レースの確定は1着1番、2着2番、3着4番以上でした。外入り枠番本番でも動きを見せる渡辺英二、後枠番から地元の古川雅之インゴ主張、そして横にはスタートビシバシとやはり切れ味抜群にこれまで0908前走3コースからまくり出しを決めた2号艇の菊池光慶、気配面でも整備調整で底上げも十分なるものを感じます。前走イン逃げ勝利という面では女子レーサーの大滝飛鳥です。山田優太、前走不良後方の減点の痛手がありますが、やはりコース上記の雰囲気が出始めてきています。1、2、3、4、6というような並びなのか、本番4号艇の山田優太も主張していきます。6号艇渡辺英二が動いたが5コース、いや我慢比べ駆け引きでは4号艇山田優太、やはり本番でもどうやら5コースの角選択です。渡辺英二がスロー4、山田優太が5コース、着順以上の雰囲気に感じるが、5号艇の大橋純一郎が6コース、スタート展示通りの並びで1番、2番、3番、6番、4番、5番の進入です。しました2番、3番、6番、4番とこの4艇揃った2号艇、まずは叩いた先制まくり2号艇の菊池光平、乗っていく3号艇の大滝飛鳥、外いった6号艇変化を加え4号艇かなり開いた位置から4号艇切り込む、大橋純一郎も明けをついてバックへ入ったが2号艇の菊池光平見事に先制まくり攻撃、乗っていった3号艇ついて回った3号艇の大滝飛鳥、粘って1号艇の古川雅之前へ競ってくる、4号艇の山田優太、6号艇の渡辺英二が V 際をシャープに狙い打ってくる、ホームコース変えた2番手3号艇の大滝飛鳥優勢で3番手1号艇の古川雅之、目下のところ上位は2番3番1番の体型であります。2号艇の菊池光平から3号艇の大滝飛鳥、3番手1号艇の古川雅之、くるっと6号艇小回り、しかしわずかに後席にはまった6号艇の渡辺英二、1号艇の古川3番手4番手の距離はおよそ5停止ぐらいという状況となりまして、上位は2番3番1番であります。ボートがホーム構成返されます。2号艇の菊池光平から3号艇の大滝飛鳥、1号艇の古川雅之3番手で2番3番1番ボード競馬を通過していきます。乱れがないスタート力を誇る2号艇の菊池光平、1号艇やや遅れた古川をあっさり叩いていって2号艇の菊池光平、まさに2コース逃げみたいなそんな雰囲気のスリット体型でしたが、2号艇の菊池光平外ブロック日について回っていって3号艇の大滝飛鳥、1号艇の古川まくられ気味でも踏ん張って残して3番手、2番3番1番ラストコーナーを回りました。先頭で2番の菊池光平五輪、2着で3番の大滝、1番の古川が3着、6番の渡辺、候補4番山田、5番の大橋五輪。第8レースの確定、1着2番、2着3番、3着1番以上です。
最終日の攻防は陰線決着から幕を開けております。勝手の攻防一般戦競争の談義です。昨日準急で敗れた選抜メンバーからは高額1号艇の古川正幸であります。まだ見ぬ勝利に向けてという面では大場、永井、佐藤、さらには新見、佐々木康幸は2日目に引率行で勝利があります。昨日の冷え込み少し形を変えながら色を出したなという雰囲気が2号艇の大場聡でもあります。もらったペラの方向性に戻し直してからは良価な雰囲気がある3号艇永井源、さらに昨日のセット交換これは正解だったと2位にとしている4号艇の佐藤大輔、新見圭一が5コース最アウト、少し苦しんだシリーズでもありましたがターンの雰囲気には少し最後は変化が出たか6号艇の佐々木康幸、佐藤大輔4カード、インが1号艇の古川正幸であります。10秒前と迫りました。1番から3番助走取り4番5番6番の並びです。1秒、スタートしました。1番4番5番あたり出しが効いていますが1号艇トップタイミング、1号艇の古川正幸、5号艇新見が覗いてくるが3号艇ブロック、先前5号艇変化くるりと入った2号艇のオーバーバックへ入った。飲酒道圏で1号艇の古川正幸、5号艇覗いてきますが5号艇の新見圭一の懐、2号艇のオーバー向き直ってから少し追いついてくるか、昨日ペラを立てた分だけその分の直球か、2号艇のオーバー5号艇の新見開いているか、4号艇食い込んだ、おっと4番5番交差、おっと振り込んでしまった4号艇ホーム構成変えてまいりまして1番2番3番と現在構想5艇が構想を続けておりますが残念ながらアクシデント4号艇の佐藤大輔選手波に引っかかってしまったか転覆アクシデント失格、次々にバックへ入りまして1番2番3番の体型で今バック中間ポイントを通過していきます。イン主導権を握りました1号艇の古川正幸、レスキューを避けながら大きく旋回の弧を取ります2号艇の大場聡が2番手、3号艇の永井源が3番手、5号艇の新見圭一、そしてラストには6号艇の佐々木康幸、4号艇の佐藤大輔選手残念ながら1周の2マーク波に少し引っかかってしまったのかというところで転覆アクシデント失格、古川正幸、大場聡3号艇の永井源3番手、後方5号艇の新見6号艇の佐々木康幸、残った5艇によって構想は進んでおります。最終コーナー自己艇だけが残りますが古川正幸、大場聡、永井源を慎重に避けながら旋回してまいります。ダニエレス一般戦競争は間もなくゴールです。先頭1番の古川五輪、2着で2番の大場、3着で3番の永井、5番の新見、そして6番の佐々木五輪、ランジレスの確定1着1番、2着2番、3着3番以上です。